なんでそこにいんのよ。ないように思うけど、完熟バナナ食べる。よし、これで 90% だ。ちょっと最大値増やしとかんと。満腹度の減りが今早いっすよ。うわー、すげえことになってる。爆睡読めるかな。
ドラゴンソーで、見切り。間違えたみたいですね。壺置いてら。よし、もうちょいしゃ成長するね。危ない危ない危ないな。お、後ろか。ちょっと待ってみるか。加速じゃありません。ふうに。やっていけないよな、これね。なんとかなるか。おい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 。だね、睡眠浮遊一つ目どれなので、何か一個封印、あとは光か。光プラス2ってありましたね、これね。
よし。お。よし、じゃあ行きます。はい、読もう。お、なんだこれ。とりあえず真空切りで天メグでした。キャザーか、倒せるかな。じゃあ行きます。 27F。 混ぜるね。混ぜとくの。
なんか合成しよう。2回攻撃加速の通路はないな。爆発にもプラスしとこうか。しとこうかな。じゃあちょっと混ぜるの待ちます。そういや、HP 回復者だけかな。バナナ食べたの2000回者だけか。まあしゃあない。エリガン倒さんとダメなんだよね。よし、さてじゃあ行くか。こいつ倒してから終わるとしますか。と言ってもね、どうやって倒そう。毒矢使うか。オッケー。
こんなもんでいいかな。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。現在は、このように海蛇の剣ね、でため攻撃、睡眠冬特攻、一つ目特攻、ドレイン特攻と、ドラゴン特攻欲しかったな。で大爆発印、こちらの方は、防御17でちょっと低いんですけど、はい、爆発半減、炎半減、カウンター、サキャップという感じですね。あと呪いよけ、遠投下手投げ、コインよけで、これ多分ね睡眠よけのような気がするんですけども、で癒し草がねあと2個ほどあって、うんで素早さ相当で背中のツボが3回ですね。で祝福ギターがあるんで、とりあえずこれで、30F のモンハンは打開できるかなと思ってます。うん、トンネルとあと飛びつきね相当ありますから。あとバナナはね1本かな、1本ですね。大丈夫かな。でどこかでこれ魔物部屋読んで稼ぎをしたいなと思います。まあ、こんな感じですかね。はい、それでは、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。